はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。パワープロサクセススペシャル強化街道高校、今回はミッキーを使ってやっていきたいと思います。デッキはこんな感じで、超走塁系のデッキですね。で今回ミッキーは、トリックスターを取りに行きます。トリックスターか一番槍、まあ、どちらか選択になるんですけれども、今回はトリックスターを取ります。で猫神で、高速ベースランで、日野くんで、電光石火、タイガで、内野安打王と、言ったところですね。でホムラちゃん、一応総力要員として連れてきてます。まあ、内野安打、丸の、ね、コツがなかなかないので、ホムラちゃんで回収できればと思ってます。あと筋力要員で登場です。で今回強化街道なので、得意練習のね、2種類目が何ついてるかはまだちょっと分かんないんですけれども、ま、技術も足りなくなりそうなんで、まあ、ちょっとそこも結構肝になりますね。で自分のミッキーはプラ3になってます。レベルが41で、まあ、ミッキーはねちょっとテーブルが特殊で、まあ、35、37、39、40、41、43、45と PSR だと、もう1段階ずつ解放するごとにボーナスがつくというようなテーブルになってて、まあ、一応40で固有がついてますというところですね。40だとタックが60で、敏捷ボーナス6、やる気が75と得意練習率アップがついていると。で43とかね解放できればさらにタックが 10% 上がるし、45になれば敏捷ボーナス8がさらにつくので、まあ、結構いいキャラではあるかなと、思うんですけれども、まあ、いかんせん走塁オンリーなんでね、ちょっと頻繁に出番があるかと言われればそうでもないし、あと金徳に関してもね、骸骨を用意するのがねやっぱ一番槍とトリックスターはすごい難しくて、まあ、結構新しい系のね、金徳とかコツっていうのはもういかんせん持ってる人が少ないんで、まあ、ちょっとそこら辺がネックにはなりますというところで、まあ、やっていきましょう。で、ちょっと待って、日野くんいたな。筋力か、まあ、確かに筋力足りないからね。ホムラちゃんは守備、まあ、守備も技術稼げるし、タイガは筋力、東条が、あ、メンタルか。でもまあ練習効果30ついてるからね。ミッキーは打撃、いいのか悪いのかよく分かんないけど、もうこれでやっていくしかない。まず誰の評価上げていく。今回別に彼女キャラとかそういうのいないから、うん、まあ敏捷ホムラちゃん、猫神とかね超久々、まあ、日野くんとかもそうなんだけど、タイガ、猫神、日野、この3キャラが超久々だな。ミッキーがいて、監督強化もちょいと気にはしていかないといけないのか。どうしようかな、まあ、メンタルでいいか。なんかあんまりこれだっていう練習がよくわからない。彼女キャラがいればね、最初はまあ彼女キャラを追っていきましょうっていう話になるんだけど、タイガってそもそもどんなテーブルだったっけ。ここは小村ちゃん、東條、ミッキーがいるんでやっていきましょう。東條もね今通常の SR がクライオンなんで、もう1解放できれば PSR にぶっ込めるんですけど、コツ、あ、監督強化は上げとかなきゃいけないんで、ミッキーこれさヘッスは取れなくね。技術4とか無理でしょう。無理だね。ただね、高速ベースランと電光石火どっちも敏捷使うし、トリックスターも骸骨ないんで、よし、できれば両方とも5でお願いしたい。怪盗ミッキーとの攻防、通常イベントですね。これはちょっと下にすると体力が回復するんで下にしておきましょう。内野安打もねできれば取っておきたいんだよね。内野安打自体もそこまで重いコツではないんですけど、いかんせん金徳との関係があるんで、日野くん行きましょう。で日野くんはねコツがほんといい。くれないけど、これもう練習が無理だな。日野かー、ホムラちゃんのトカゲを。で3回練習も狙えるときには狙っていきますか。ちょっとここもまだ評価上げなんでメンタルいいでしょう。お、これどうしようかな。なかなかの体力量だね。経験点がいいからね、上にすると、まあ、下にするけど、
よし、ここからちょっと3回練習狙っていくか。じゃあ何がいい、監督評価も上げつつ、じゃあ筋力で3回目あたりでブレイクスルーができれば、まあ序盤はねタッグを組めなくてもいいと思うんで、生意気な後輩イベント久々だから分からん。タイガ一応もう開いてはあるんで、これ通常イベントだよね。清水が悪い。あ、これチームメイト評価めっちゃ上がるな。別にタイガの評価下がるわけじゃないんで、それなら俺がっていうのは成功失敗があるし。一番目勝いいね、チームメイト評価プラス10。あ、ここも悪くないんだけど、コーチ回復してください。 OK、 ここで3回いけるな。でミッキーのこれが金徳、かくれんぼで進んでいきますね。例によって内容はよくわかんないけど、まあ、あと新しい系のねキャラはイベント経験点が総じて高いんで、まあ、そこは悪くないとこかな。ひのくん、あ、そっか、タイガ入れてるからこいつあるんだ。なんか金徳とか取れるんだっけ、ちょっと調べるのもあれない。タイガの夢を聞いてみよう。敏捷が200もあったオッケー、これもまあ成功してくれればそれでよし。不屈の精神、これは金徳下で進んでいきます。チームメイト評価また上がったよ。日野くんの筋力がどうしようかな。コーチがいるわけじゃないから、ちょっと待ってね、次溜まって寝よう。ブレイクスルーやって練習して寝よう。小村ちゃんもねイベント数少ないっていうのがすげえ助かる。しかもコツをくれるし。監督評価上げようかな。矢部くんのダブルタックが組めるからブレイクスルーやって、よし、いいね、 OK。 いや技術ほんと足りなくなりそうだな、まあ、今回に関してはな。一応ねそのモデルがいて、あ、これなんだっけ、猫髪倉持ち的な、そのダイヤのエースの倉持ち的なキャラをちょっと作りたいなと思ってるんですよ。でここは体力をね回復したい。全部体力が回復するのか、一番上調子安定がつくかもしんないけどつかなかった。日直の仕事ね、もうちょい経験点上げてほしいよね。倉持ちってスイッチ打法じゃないですか。だからね守備はね、ショートで、両打ちできてます。これをどうする、1回メンタルで回復してまた3回練習を狙っていこう。小村ちゃんのバイトが終わった、早かったな。あんまりバイトしてないだろ。どうする、敏捷は何気にある。よし、守備でいこう。3回ってね、ほんと微妙なこう体力量なんだよね。これなんだ、2回目か。あー、これは別にどっちも進むのか。下チームメイト評価、とにかくこいつチームメイト評価上がるな。よし、2回目。こうやって体力回復系のイベントは来なかった。コツがある 25%。 こんな時何持ってきたかというと、余ってるビルドパワーリングみたいな、全然使わないからね。よし、昨日コツをくれ。よし、盗塁、これで盗塁が5になったぞ。でこれは練習メニュー、ちょっと筋力を上げていこう。打てるキャラにもしたいからね。で技術はね、あいつ名前忘れちゃった、チャンスくれるやつ、
ゲームするイベントで技術がもらえるから、まあ、それも狙いつつ、メンタル小村ちゃんはチャンスはでもやっぱ5だよね。ヘッスラホーム突入、ムードよし OK。 あ、これ回復しよう。よし、こっからまた3回狙おう。で、日野くんの通常イベントはまあ勝手に進んでるんで、特に普通な感じですね、これは。3回目でいけるかな。よし、広角打法もゲット。あ、そうか、お正月は寒から回復ができるといえば回復ができるのか。これ満タンになっちゃうかな。まあいいや、満タンになったね。まあ最後は最後で3回目やるんで、んちょっとでもじゃあ経験点取りに行く。ここでね、大凶が出るとね、赤徳がつくからね、メンタルとかちょっと見とこう。おー、やりてー、超やりてー。これ超美味しいよね。え、どうする、こっちにしようか。回復して、回復してまた練習に励もう。よし、それ OK。登場は体力減らないんで。これどんなイベントだっけ。あ、技術も稼げた。 OK、 勝った。猫神か。監督評価も上げつつ走塁くれ。くれない。お、いいねいいねいいね。猫神またお前か。そして練習ばっかり。あ、これって回復するよね。日野のね、このイベントすげえいいよね。で、3回目人はいっぱいいるけど誰もタックがない。お、来た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 。なんだっけこいつの名前薬師寺くんかこいつも決まってるからね、技術、精神っていうのが選択肢が特にないんで。よし、ちょっとゲータイミング悪い。何にもない。ちょっと揃えていくか。あと盗塁は取ろう。走塁3でいっか。これだけ敏捷ポイントあれば。悩んだもな。うん、まあ広角は3で押さえておこう。で、走力をもちょっと上げられるだけ上げちゃおう。いや、こんなもんか。あと E に1回揃えて、肩と守備も上げなきゃいけないっていうのがな、きついよな。倉持とかってそう考えるとすげえ選手なんだな、あいつ。走塁か。猫神がいるな。すっげえ悩む。もう猫神でもコツをくれるわけじゃないからな。ブレイクスルーが微妙だな。ダブルタックだったらね、使ってもいいんだけど、なんかちょっとタイミングがよろしくない。これはこれ、それはそれっていう関係のイベントだからね。あれ、バレンタインって、あ、起きないんだ。あれが起きるとなんかまたやる気下げられるかなってちょっと思ったけど、そんなことなかったね。3回練習狙っていく。3回練習は3回練習でね、かなり稼げるからね、経験点自体は。よし、やる気が上がった。あ、あ、待って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 、いやでもやっとこう。合宿を忘れていた。そう、例えば、例えば何、
これ打撃だからといって筋力かけるとかじゃないもんね確か。筋力やったミートが上がったな。でこれはメガネイベントだから真ん中体力を回復する。ちょっと合宿面だからやばい。よし、もういきなり気合入ってんなこいつ。おお、いいね。メンタルはそうでもない。トリックスターってまだ取ってないよね。だってゲー根性ねえなこいつ本当に。お、いいねいいねいいね。小村ちゃん悩んだが欲しいんだよね。ポイントか。おお、マジ根性ねえなこいつこれは成功させろよせめて。おお、やる気ナッシング、やる気ナッシング。道場からコツをもらっておくか。みんなポイントばっかりだな、なんか知んないけど。やることねえな、やることないからメンタル。さてここも打っていきましょう。やる気がなさすぎるな。ちょっと DD にはしておく。まだ金徳が残ってるからね。しかも重いやつが。猫髪も全然進んでなくない、そういえば。いきなり眉村だっけ。ミートちっちゃいやー押される。普通にミート開いていくかこれは。待っていい、やばい全然打てない。せめてヒット1本は打たないと。もう経験点というより評価だよね。もう一回待ってこないかな。こっチャンスだチャンス。あ、変わってる市原とかいうのに。吸収は多彩だね。お前はもう消えていい。よし、ゼロか。まあ、ホームラン打ったらね文句は言えないでしょう。叱ると。やる気上がんないのか。んー、猫神か。割とコツは来るね猫神くん。本当は技術が欲しいんだけどな。こっちにしよう。もういいでしょう。走塁練習はストイックゲージもちょっと溜まりつつあるから、これはスタートダッシュ。これでトリックスター。ってか2回目かまだ。拍手してんの。スライディング、おお、体力減った。ここで守備練やって最後にブレイクスルー発動させてどうのこうのっていうのをやろうとしたんだけど、目論みが外れたな。電光石火176か。技術使うね。じゃあいいや、もうちょっと溜まってるしブレイクスルーやっちゃおう。ほら、いけ。本当あとね、タイガから守備職人のコツをもらいたいんだけど、これはもう寝よう一回。寝てもこれだけか。どうなのこれ、ちょっと内容が分かんないけど。うお、体力減った。トリクスター3で掴めたな。メンタル一般人か。どうしようかな、寝ちゃおっかな。もう少ないからね、寝ちゃおう。よし、こっからまた
練習に励もう。ピンショーすげえあんな。ちょっとトリックスター見る。あー、3で掴めればでもまあまあか。余りそう。なんだかんだピンショー余りそうだな。あ、まだあと内野安打か。内野安打も取らなきゃいけない。いいや、取っちゃおう。直取りしよう。チャンスは4でいいでしょう。で、臨床を上げて、やっぱり技術だな、今のとこ足りてないのは。あー、清水タイガー、コツをください。あと何やったんだっけ。アベレージヒッターか。アベレージヒッターも技術使うからね。で、観察でしょ。あ、そっか、こいつも取んなきゃいけなかったんだ。勝った。2回目よし。で、ここはネコガム探すと、高速ベースこれ絶対1なんだよね。あ、これやる気上がる。よし、 0% いけ。マジか。いや、でも経験点を考えれば、ベトラも100使うのか。どうする。確実に技術狙ってく。これいいよね、やろう。すぐ目先の経験点にとらわれるかな。で、メンタルで、よし、 OK。 ここでブレイクスルー自体はたまったはず。あとは見つつ、メンタルか。あ、ここでもダブルタックになってんのか。回復しつつっていうのはでかいよな。こっち、アベレージヒッター。よし、5になったな、これで。お、いいね、いいね、いいね。ワンタックではある。ワンタックだよね。守備はちなみに、うわ、一応ダブルタックか。一応一般人ダブルタックか。技術欲しいからな。いや、使うときに使っちゃおう。そろそろ消耗もしとかないといけないからね。甲子園のブレイクスルーに備えて。ここも悪くないね、悪くないね。ここでやっときゃよかった。いや、そんなの分かんないよ、だって。で、メンタルか。メンタルやりつついけば間に合うか。休むをもうつかなきゃいいんだ。メンタルよくくな。東条。東条いいな。頑張るね。東条の PSR 強いな、普通に。いや、まあ、そりゃそうなんだけどさ。で、まあ、CC にはしとくか。あとはもうこっち全然基礎能力が上がってない。あとは肩と守備をちょっと上げていかないとね。ミートとパワーはこれでいいと思うんだけど。これってちなみにさ、なんだっけ、セーフティーバントできんのかな。内野安打王も持ってるしね。余裕があったらやってみようかな。うわ。一本はさすがに打っておきたい。絶対打ちにされてんな。経験点考えるとやっぱホームラン2本は打っときたいんだよね。あ、そっか、こいつスイッチか。よくよく考えれば左に来た時じゃないと内野安打出られないの。こうだよね。ちょっとやってみよう。ほっ、どうだ。おお、ピ
構ギリギリじゃね。この能力でギリギリか。しかも知らす相手だからな。わ、たまるね。で34でしょ。あ、まえ、こっちもこっちでいい気がするけど、え、大丈夫だよな。8月の1周で多分強制ブレイクするんだよね。ゴロ君マジ強えかんな。ジャイロボールとか超打てねえんだけど、この能力だとホームラン打てなさそう。お待たせいたしました。1回の裏、そっか、攻撃に入ります。先頭バッターは原口、投げた、初球を打った、ヒット、ボールは中継、お、早っ、さすがに早い。海道リードで迎える2回です。ヤビ君何番？ヤビ君9番とかかな。そうすると第2球、投げた、打ちました、取りました、これです。ただこの点差は怖いよな。やっぱりリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなし。あ、でも守備スタイがいねえんだ。もう投球、これから2球目。打った、マジで押される。掴みました。海道リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で原口、あり余ってんな、こいつ。初球から打ってった、これはヒットになります。バッターランナー二塁でストップ。海道なんとか、なんとか勝った。まあ俺はね、そもそも塁に出て活躍する選手だから、ホームラン打っちゃったらしょうがないもん。ナンパ13パーか、怖えな。最後だしやるか。よしで最大か。あー、休みてー。休むと何もらえんだっけ。牽制下手は確か盗塁もらえるんだけど、もういらないからね、休もう。精神か。まあ、精神も別に余ってるわけじゃないからね。あったらあったでそれでよし。ここだな。なんか守備点って結構来てない。あ、こっちの方がいいか。80、100、120。まあメンタルも悪くはないけど、こっちだな。もし伝説のさよなら男、これもな、ちょっと技術使うからな。勝った C、 守備も C で、精神稼げたから C。 よし、ほんとあと守備職人が欲しい。だカルロスがね、守備職人持ってるからね。お待たせいたしました。5番、さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面、打った、これは強烈、いった、入った。倉持ってさ、ホームラン打ったことあんの？ちなみにリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面、打ちました、痛烈、いった、入った。一応ねアニメ版のセカンドシーズン、青道高校が甲子園決めたところまでは見た。公式戦的なのでは全然ホームラン打ってないよね。今日3打席連続でホームランを放っている原口、直球ストライク、まずは見送りました。投げた、よし、 OK、 いった、入った。あれ、市原だったよね今。余裕だから眉村下げたのか、お前もう休んでいいぞみたいな。メンタル、ここか。ちょっと待ってね、守備最初にやってきて、どっちかっていうと守備の方が上げたい。パワー B とか持ってけそうだな。臨床がなんだかんだで足りなくなってきたな。まあそれでもね、いい感じの能力になってるんで、こいつ倉持って名前つけてあれに出そう。サクスペハイ、サクスペハイも決定したから、倉持とかの顔って
反映されるよね。内野安打王とかも反映されるはずだから。チーム正統高校を作ろう。でいないところは適当に薬師のキャラとか入れて、4番ライチだね。そうすると山内街道、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは原口、今日3打点を挙げています。正統高校の東条とかね、まだ出てないからね。おいめっちゃドンピシャだったな。阿久津くんが投げてる。ダイナのエースのねキャラもね、なんかこううなるのごろうくんとかさ、とどろくゴーダのとしくんみたいに別バージョン出てほしいよね。沢村も今あの漫画の方だとほぼ140近く出てますからね、球速は。これこっち、この時の沢村って多分128キロとかそんな球速だったと思うけど、沢村くんもめっちゃ成長してるからね。え、何気に筋力あんな。アベレージしたこと、本当は本当はよ、ちょっと筋とか、まあ、抑えておきたい。守備職人取りたい、直取りしたい。穂村ちゃんのエピローグポイントで直取りしよう。お待たせいたしました。1回の裏、街道攻撃に入ります。トップバッターは原口、膝元ボール。さあ次の投球、ちょっとボール球かなって思ったけど点取られてる。この回1番からの高打順になります。先頭バッターは原口。1番からの高打順って全然打ててないってことだよ。第2球投げました。打った、これは強烈、結構無理やり打った。街道追う展開で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で原口、第2球投げました。打った、痛烈な当たり。パワーが C だからな。点取られすぎでしょ。今日3打数3安打原口。うわミラージュラックル、初球落ちました。ファール、まあ、ミラージュラックルもね、名前はかっこいい。第3球を憧れるよね。投げました、打ちました、痛烈。2点差か、まだ投げてるか。アルビー先頭バッターは原口、スリーベース、きたー、いったー、入った入った。もう俺の得点源の糧となってもらうしかない。え、ドラフト2位なの。今回はね、エピローグポイント目的でも小村ちゃん入れてるんで、エピローグポイントゼロってなるとちょっと寂しいからね、どうしてもま経験点はしょうがない。経験点はそういう編成にしちゃったんだから。でまず抑えの気迫ヘッドでしょ。あー、やはり技術が若干足りないな。若干足りないっていうのはあるけど、チャンスメーカーをせっかく出しとっとく。守備職人やっぱ欲しい。守備職人はマジで欲しい。パワー上げられんねん。何気に B 賞も余ってるしな。ちょっと補給はフィーしとこう。じゃあそうすると一番槍とかいいんじゃない。一番槍じゃなくてなんだっけ、打開か、打開取ろう。パワーを B まで上げると今度はもう技術がなくなるからね。悩みどころだな。やっぱり東条1人入れるだけで筋力は全然稼げるね。固め打ちもまあ回っとくか。パワーヒッター直取りするうわ、倉持からかけ離れてるけどさ、怪我しにくさもなんとなくとと余ってるから、いっそよし、これで逆境取ればいいんじゃん。あと OKOKOK、 あとちょいちょいちょいと呼吸でもないからね。呼吸、呼吸、呼吸、勝った。これリア。うん、まあいいでしょう。電光石火高速ベースラントリックスター。で、足が S とい
ということで、こいつは倉持くんにしておきましょう。ちょっとわかんない。もう名前決めるのめんどくさいからな。顔だけ倉持にしとくか。顔だけ倉持にして名前は裏方で決めときます。選択サクセス。倉持どこにいる。倉持あ、いた。オッケー。あ、ここだと能力が見れないのか。はい、ということで、まあね、ミッキー、まあそうだね、まあ40でギリギリのラインかな、使えるとしては火力的に。まあもうちょっとね、解放して、まあタック上げて、さらに敏捷ボーナス使えるともうちょっと違ってくるとは思うんですけれども、やっぱりどうしてもね、骸骨がないっていうところがちょっときついかなという印象はあります。まあ悪いキャラではないと思います。敏捷キャラがね、他全然いなければ全然使っていけると思うんですけども、まああとこういったね、なんていうの、その試合用の選手を作る上では、まあ、トリックスターとかね、まあ、1番につけると結構いいんじゃないかなと、思います。まあそんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。